皆さんこんにちは。ビビリの家族が行くキャンピングカー生活の小宮です。旅の再出発日が近づいてきました。ということで今回我が家3人家族の全装備公開します。まずはこちら、電源。キャンピングカー生活の肝となる電源システム。我が家ではポータブル電源4つを駆使しています。ジャクリ1500、ジャクリ1000、ジャクリ708、そして EF デルタ。この中で最も大きな電力を誇るのがこちら、ジャクリ1500。重さ16キロ、コンパクトなこの体の中になんと1534Wh という大きな電力を秘めています。実際この容量どのぐらいなのかというとですね、スマートフォンであれば140回の充電、そして一眼レフカメラであれば70回、でガジェット系では非常に電気を食うドローン25回充電できます。そして小型炊飯器であれば13回米を炊け、ブレンダーは4時間連続稼働を可能にします。そしてなんと電気ストーブ2時間も使えてしまう。しかし僕がジャクリ1500に最も感謝している部分というのはこちら、充電ソケットが2つ付いてるんですね。ジャクリツインターボ方式、これ何を意味するかというと、エンジンの動力を利用して充電する走行充電と太陽からの光をエネルギーにするソーラー充電、これを同時にすることができるんですね。条件さえしっかり揃えれば走行充電、ソーラー充電で最大 500W 近辺の充電ができる。これ約3時間で満充電にする力を持っています。しかも余った3枚、これを他のポータブル電源で運用できるんですね。非常にここがありがたい部分の一つ。しかしこのデカブツの収納を苦労しました。長椅子をスライドさせた下に収納しました。板をかち割り、いつでもモニターできるようにしました。ジャクリ1500、ここにあり。そしてジャクリシリーズでもう一つ大きな役割を担うのがこちら、ジャクリ1000。ジャクリ1500ほどの容量はありませんが、こちらも大容量 1200Wh あります。おそらく我が家で一番働いてくれているポータブル電源かもしれません。レマボックス60リッター車載冷蔵庫ですね。こちらをずっと稼働するために永遠と動いてくれているジャクリ1000。バッテリー残量が減ってきたら1500とソーラーから補います。そして我が家のポータブル電源では一番小型になるこちら、ジャクリ708、重さ 6.8kg、 ロケ、外の撮影なんかでよく使うんですけども、もう一つ大きな役を担ってくれている、それは FF ヒーターの稼働に使うんですね。FF ヒーター通常はサブバッテリーから直接電源を取るものなんですけども、我が家ではこのシガーソケットケーブルを使ってポータブル電源から電気を供給しています。先端部分をギボシ端子に置き換え、そしてメスオス端子を取り付けます。これをこのケーブルに差し込むことでポータブル電源のシガーソケットから電気を取れる、サブバッテリーよりも非常に管理しやすい利点があります。しかしある日大きな問題が起きました。そんなです、全く微動だに動かなくなってしまいました。つまり故障したんですね。すぐサポートに連絡させていただいたら、2年の保証期間だったので、すぐさま交換していただきました。この迅速な対応はさすがジャクリーというところだったんですけども、しかし届いた商品、新しいジャクリー700に問題がありました。なんとエラーが起きてですね、FF ヒーターが全く起動しなくなってしまったんですね。実はこの問題、故障した700と交換していただいた708、2年の間にバージョンアップしておりました。このバージョンアップに伴って変更されたのがこのシガーソケットからの出力値。前は 140W ほどあったんですが、今回は 120W に変更されました。これおそらく安全上の問題で、シガープラグ今まで溶けたこと何度かあったんですね。ということでこの問題に直面して用意したのがこちら、変換アダプター、いわゆるコンバーターと言われるものなんですけども、今まで挿していたシガープラグをこちら側に挿し、そしてもう片方から出ている AC プラグを AC コンセントに差し込む。すると出力値の高い AC 電源から FF ヒーターを使うことができるという優れものなんですね。このコンバータの導入で FF ヒーターの着火時の悩みなどが全くなくなりました。で実際ですね、着火するとき一番電気を食うんですけども、このときやはり 140W 以上消費しているのが分かりました。やはりこれではシガーソケットからでは難しいなというのが分かります。しかしコンバーターを使うと DC ソケットから直接電源を取るよりも余計に電力を消費するというデメリット部分があります。その差は最小火力時の数値ですけども、約 5-6W 程度になります。これ数字で見ると大したことないんですけども、時間で換算すると電源を満タン状態で使った場合、コンバーターを使うと約8時間も少なくなってしまいます。ここはちょっとね、考えどころだなとは思っております。はい、そして最後、EF デルタですね。1時間で約 80% までの充電を可能にする超高速充電は旅の大きな味方になります。はい、ということで続いてはこちら、アウトドアアイテム。キャンピングカー生活、外で食事したくなること多いです。
常日頃から持ち合わせているのはこの4つのアイテム。しかしこれらとは別にですね、重要な局面で必ず必要になってくるのがこちら、ラダーですね。いわゆるはしごなんですけども、ワンタッチボタンで伸縮できる機能性に優れたはしごです。屋根の上に登った撮影、そしてソーラーパネルの上の雪かき、さらには後ろのトランクの開け閉め、そして最も必要になってくるのがこのソーラーパネルの掃除なんですね。これいろんな場所からアクセスしなくてはいけなくて、これによって発電量が大きく変わります。そして収納時、これは88センチまで縮むので、すっぽりサイドトランクに入るようになっています。最後まで固定のリアラダーと迷ったんですけども、これで良かったなと今は思います。そしてもう一つ重要なアイテムがこちら、スノーヘルパー。スタックした時ですね、埋まった時にタイヤの下に引くものなんですけども、これがですね、僕3回ぐらい使ったんですけども、まあ丈夫にできてるなという感覚です。まあ、機能面に関してもしっかりタイヤを噛んでくれるので、申し分ないなという形で非常に満足しているアイテムの一つですね。あとやっぱり収納がしやすいです。畳むとかなり薄くなるので、間に挟めたりねして収納することが可能になります。はい、ここからは実用的なアイテム、工具、家電、衣類編。まずはインパクトドライバー、おそらく一番出番多いと思います。ドライバーにもなるし、ドリルもなる。そして意外と知られていないこのオフセットドライバー、キャンピングカーでは非常に重宝されます。走行するたびにありとあらゆる場所がネジ緩むんですけども、なかなか手が届かない場所が多いんですね。そういう時にこの L 字型になっているドライバー、非常に役に立ちます。1本持ってても損はないかなと思います。そしてコーキングガンとコーキングヘラ。昨年の夏前に打ち込んだコーキング剤、気温差、紫外線量の違う土地をいろいろ回るとコーキング剤いきなり劣化しました。放置すると雨風の侵入よりさらに劣化を進めるため早急に手当てします。しかしこれ荷物にもなるし、ちょっとハードル高いなという方多いと思います。でそういう方にはこちら木部シールおすすめです。穴埋めしたい場所をマスキングテープでかたどって、あとはチューブから押し出して使うだけのものです。キャップもついてて保存も効きます。非常に使い勝手いいです。僕も使ってるんですけども、走行してもですね全然歪んできたりしないので、非常に使いやすいなという印象です。で外用はこの変性シリコンコークチューブというものがあるんですけども、やっぱり量が少なくて値段が高いので、キャップもついてて保存も効くし使い勝手はいいんですが、コスパ的にはやはりコーキング剤に劣るかなという印象です。そしてもう一つはこちら、ヒューズですね。先日停電になって室内灯が全くつかないという目に遭いました。ヒューズは電気機器に必要以上の電流が流れる前に切れてくれる、まあ、保護回路みたいなものなんですけども、これが切れてなくなるとですね交換するしかないんですね。この時交換部品がなくて非常に苦労しました。ヒューズ大人買いしました。安心です。はい、続いては家電。毎日使うのはやはりこのハンディクリーナーですね、掃除機なんですけども、シャークというブランドで、この手の商品では非常に有名な会社です。で吸引力も、割とあるのかなという印象ではあります。でヘッド部分を変えれてですね、特に使うのがこのロングタイプのものなんですけど、これソファーの上を、掃除機かけるとき非常に重宝できるんですね。髪の毛もしっかりこれは吸い取ってくるので、まあ、かなり使いやすくて、よく使っております。でもう一つこのノズルが細くなっているタイプのもの、後ろ側にブラシもついてるんですけども、これもですねよく使う場面が2つあります。まずは DIY、 木くずや鉄くずよく出ます。こういうものを吸い取るとき非常に楽ですね。細い場所にも入っていける。そしてもう一つ、キャンピングカーの大敵、実はこいつハエなんですね。ハエよく、キャンピングカーの中入ってきます。でどうにもできない方多分いらっしゃると思うんですけど、よく僕はこれで吸い取ってハエ捕獲しております。で、溜まったゴミは上面についているスイッチを上にスライドさせると簡単に捨てることができます。先ほどの、ハエもキャッチ&リリース、無駄に潰さなくていいわけですね。それで気になる充電なんですけども、約 20W から 25W 消費します。時間は約2時間半で満タンです。はい、続いては衣類。3人家族です。毎日車中泊です。上にある6つのタンスを3人で分けます。娘3つ、妻2つ、僕1つ。タンスの大きさはこの程度なんですけども、収納の工夫でかなり詰め込めます。細かい肌着とかはこういう無印で買ったトレーに入れてます。で、厚手のものは縦置きにして収納してます。トレーを積み重ねるとかなり収納が楽になります。そして男はパンツ一丁、これで衣類を減らす。はい、あとこれに付随して娘のおもちゃセットですね、これも100均ポーチで分けております。
収納は長い椅子の下、ジャクリー1500の後ろ側にしております。一度に出していいポーチは2つまで、ここは徹底しております。はい、そしてキッチン、妻の持ち場キッチン、ここの収納もやはり役に立つのはトレーなんですね。箸やフォーク、さらには調味料などもこのように仕分けしてトレーで持ち運べるようにしております。そして必ず荷物でも日本酒セットは持っていきます。あとは包丁の収納、我が家ではこのキャプテンスタックの包丁カバーを使っております。こちらですね、通気性も良くて雑菌が湧かず清潔に使えます。薄いので収納にも困りません。はい、続いてはグラス、やっぱりキャンピングカー揺れます。ワイングラス、本物は使いませんが、このプラスチックのものを使っています。収納にはこちらのグラスホルダーを使っております。取っ手口を壁側につけることで走行中でもグラスが落ちてこないようになります。そして清水タンクの清掃、これなかなか難しい。ロデオの右側にあるこの小さい窓を開けると、こちらから清水ですね、いわゆるきれいな水を入れれるんですけども、このタンク100リッターあります。でこのタンクどこにあるかというと、この清水チューブからつながった車体の下に埋まっているんですね。このタンク触ることはできません。そこで僕が採用している洗い方は、まずタンクを満水にして、満水で水が溢れたら少し水を抜きます。そしてこちらミルトンですね、こちらを挿入します。で使うのはプラ板、これを丸めて挿入口に入れて、そこを伝るようにミルトンを入れます。タンクの水の量をできるだけ多くする理由は、タンクの全部の面にミルトンを行き渡らしたいからです。100リットルの水に1リッターのミルトンを入れたら、あとはロデオを前後に揺らし混ぜます。そして約6時間程度置いて、あとは同じ工程をしてすすぐという形になります。いつか飲めるだけのろ過システム作ってみたいです。すごい。